強いか。敵は秀吉軍ではなかったのか。本能寺で信長が死ぬ、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は賤ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。Thank you.
を奪うためにあやかしを差し向けおったか。
り兄弟じゃ。信長と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。急ぐのじゃ。
てるはずもねえのに、権六兵衛必死になりやがって。様に仕えた者同士で争わねばならぬとは。Damn it.
俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。負けたからには腹を切って詫びるしかね。
一つ大きな気配が。気をつけるのじゃぞ。